あは見えましたか？あ、見た。こんばんは。井上瑠香です。見れましたか？皆さん見れてますか？ちょっと私もシェアします。あ、見れてる、映ってる。X にシェアします。始まりました。で、始まりました。よし、こんばんは皆さん。画質いいですか？あ、よかった。はい。ということで、もうタイトルコール行ってもいいですか？いいのかな？え、これも？よし。では皆さん、よろしくお願いします。タイトルいきますよ、拍手する準備お願いします。いきます。 SKE48 井上瑠香ファースト写真集発売記念スペシャル。くださってて、さきさん盛り上げてるってコメント巻きだ。ゲストやめて。はい。私の目の前には竹内さきさんと辻下さんがいます。本名。あ、本名言ってしまいました。辻下、あ、マネージャーさんです。が、あのタンバリンとかしてくれました。ステラブラウン、はい、ステラブラウンさんです。イエーイ。はい、ということで皆さんこんばんは。じゃあちょっとせっかくなので自己紹介をしたいと思います。火の国熊本からやってきました。おしめんで困った時は乗るか反るか押してみるか。チームエースのルーちゃんこと井上瑠香でーす。わー、瑠香ってありがとうございます。はい、ということで、あ、もうすごい1800人の方が見に来てくださってる。ありがとうございます。パチパチパチ、皆さんのコメントもしっかり見えてるんで、すごい、さっきから飛行機がいっぱい飛んでる。あ、ありがとうございます。皆さん早速購入しまして、うわ嬉しい。今日はちょっとこの写真集記念配信記念スペシャルのためにおめかしをしました。じゃーん、リボンセンサー。はい、ということで、はい、今日は販売もするので。そうなんです、今日今見てくださってる方しか、あのほにゃららほにゃららっていう、今日見てるあなたはラッキーですっていうことが、あのこの後ありますので、ぜひ皆さん、聞いていてください。一緒に楽しんでいきましょう。ということで、この番組は私井上瑠香のファースト写真集が11月の13日に発売することを記念して配信をさせていただけることになりました。はい、昨日の私の愛を君に愛を僕に公演の生誕祭で、あの写真集を発表することを、あの言わせて発表させていただいて、まだ1日しか経ってないので、私もちょっとふわふわ、なんか本当にもう発表されたんだっていう気持ちになっているんですけど、今日はね、写真集についていろいろいろんな情報を
喋っていこうかなと思いますので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで皆さんも知ってるかと思いますが、なんと私井上エルカファースト写真集の公式 X が開設されました。ということで皆さんもチェックしてくれましたか？フォローしてくれましたか？あ、フォローしたよ、イエーイ。はい、まだ何そのアカウントって思った方は SKE48 井上エルカファースト写真集タイトル見て括弧仮公式というのが、写真集の公式 X の名前なんですけど、アットマークじゃん、こちらのアットマークルーちゃん線 1ST と検索すると出てきます。下の線です。アンダーバーアンダーバーアンダーバーです。アンダーバーです。アンダーバーです。はい、ルーちゃんファーストルーちゃんファルーちゃんアンダーバーファーストですね。よかった、合ってます。はい、こちらが出てくるのでもしよかったら、あ、絶対フォローお願いします。皆さん、皆さんはね、もちろんなんですけど、メンバーも SK のメンバーも、たくさんフォローしてくれてすっごく嬉しいです。ぜひフォローお願いします。こちらの、ファースト写真集の公式 X から、これからね、いろんなオフショットだったりロケ中の写真が、どん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 出てくると思うので、ぜひチェックしてください。お願いします。こんな感じです。次行っていいですかね。さあ、ということで、井上エルカファースト写真集発売記念のショールーム配信を行わせてもらうんですけど、今日のこの配信の感想をツイッターで皆さんにと、この後ね、配信が終わった後に投稿してもらうためにこんなことをやりたいと思います。じゃん、ハッシュタグを決めよう、イエーイ。あ、 X です。そうです、 X のハッシュタグを、ま、決めたいと思うんですけど、今はハッシュタグ井上エルカファースト写真集という、ハッシュタグがあるんですけど、もう一つ皆さんと決めようということで、目指せね、トレンド入りということで、こんな名前いいな、こんな名前いいなってあったら皆さんぜひコメントで教えてください。そして、もちろん、今つぶやける方は決まったら、つぶやいてくださると嬉しいです。お願いします。目指せタレンダリー。そう、ちなみにタイトルはまだ未定なんです。はいね、どんなタイトルかな。ハッシュタグなんか、はい、あ、もうハッシュタグ待ってます。ちょっと待ってください、何がいいかな。あ、ルーちゃんは必須って言ってる。あ、写真集おめルーちゃん、タイトル未定だからこそできる PR、 ハッシュタグで PR。 おー、確かに、アルファベットじゃなくて、何がいいかな。何がいいかな。そう、皆さんと相談してきます。これ本当に何でもいいんですか。うん、何でもいいの。もしX にトレンド入れしたときに、なんだみたいな。あ、ルーちゃんいきなり写真集いいね。でもルカ、優柔不断なんですよね。あ、写真集おめルーちゃん、タイトル見てルーちゃん、ルーちゃんと熊本旅行、
え、すごい、みんなそんなにすぐハッシュタグ浮かんでて、すごい。ルーちゃんの写真集購入する、ルーちゃん、ねえ、何がいいかな。うん、ノーエルカの時代が来る、ルーちゃん。緊張しちゃう。何がいいかな、ハッシュタグ写真集発売する、うちゃん。え、クマさんとかあなん、どんなのだったんだろう。ルーシャンかわいい。初見でするうちゃん見ると、ありがとうございます、嬉しい、初見の方。どうしよう。え、もうルカが独断と偏見で決めるって感じですか、うん、え、じゃあ、あ、やりました。ちょっと待ってね。え、待って、悩む。何がいいかな。はい、では、いきます、書きます。いきますよ。え、間違ってるかも。待って、漢字。漢字？漢字？はい。知ってる感じでした。うん？思ったより決まるの早い。え、本当ですか？うん、ちゃんちゃんちゃちゃん。え？こんな字？はい、決まりました。ということで、私が決めたハッシュタグはこちらです。じゃん、ルーちゃん写真集爆誕。はーい、なんかこのここがインパクトあるなと思って、これにしました。なんか勢いありそうで、これにしました。イエーイ、やったー。ということで皆さん、ハッシュタグちょっと難しいんですけど、漢字はルーちゃん写真集爆誕とハッシュタグ井上ルカファースト写真集を一緒につぶやいてください。お願いします。イエーイ。はい、ということで皆さんぜひポストお願いします。 X で、あ、これテロップ、あ、テロップ忘れてた。テロップに行きますね。ルーちゃん写真集爆誕、ん、いないルカ 1Sました。ぜひお願いします。ということで、もう次に行ってもいいですか。え、次は
先行カット公開&ショールーム購入特典解禁、イエーイ。続いてはこんなことをやります。じゃん、 SKE48 井上瑠香ファースト写真集先行カット解説ということで、この通りになります。もう先行カット見せていいですか、皆さんも、もう見てあると思いますが、まずは改めて1枚目の先行カットです。じゃん、1枚目は泡風呂写真です。イエーイ。はい、実は井上瑠香ファースト写真集はもう撮影を撮り終えております。これっていいですよね、なんと撮り終えていますということで、このカットがね、昨日ドーンって2枚出たうちの1枚でございますけど、これは泡風呂です。はい、そして私は今回の写真集は2泊3日の、2泊3日熊本で、撮影地が熊本で撮影をしてきたんですけど、そのうちのこのカットは最終日の午前中に撮りましたはい、そうです。あと私泡風呂憧れていて、いろんなアイドルの方の写真集見た時に泡風呂の方すっごく可愛いなって思って憧れてたので、すごく嬉しかったです。だから朝泡風呂朝風呂やん、確かに。でお湯の温度はあったかかったです。はい、あ、そう、ポイントはなんとそばかすが見えてます。やっぱお風呂入るときはメイクして入らないじゃないですか。それとなんか一緒な感じでそばかすまで、本当になんかすっぴんみたいな感じでそばかすまで見えてるところがポイントです。はい、そうなんですよ。あとこの私の写真集の本テーマは、名古屋まで、あ名古屋で名古屋で成長した彼女が熊本に里帰り、大人になった幼馴染と多摩の間のひとときを過ごすというのが私のテーマになっているんですけど、タダノマ、タダノマ、タダノマ間、なんて、タバノマ、タバノマか、何タバノマって、ちょっと待って、使わない、しか過ごせないから、その幼馴染と束になってるじゃないですか。365日の3日間だけだったから、ね、そのテーマがつかの間、つかの間じゃない、つかの間、え、つかって言ったら本当に出てきます、つかの間って出てきます、本当ですか、ほら、はい、あー、本当だ、はい、もう一度見ます。この私の写真集のテーマは名古屋で成長した彼女が熊本に里帰り、大人になった幼馴染と束の間のひとときを過ごすがテーマになってます。はい、失礼いたしましたということで、切り替えて、はい、そう、束の間、束の間、あ、束の間、束の間、束の間、やめてください、ちょっと恥ずかしい、はい、ちょっと覚えました今日で、ということで2泊3日で熊本旅行みたいな感じです。でこれは3日目ですね、はい、になります。そしてあ、まだか、あ、そしてこっからが大事です、このショールームをご覧の皆様のためにサプライズプレゼントとしまして、
この画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集をこの時間今予約していただくと、なんとなんと特典として今出しているこちらの泡風呂の先行カットをサインとコメント付き限定ポスターにしてもれなくプレゼントしちゃいます。すごい嬉しい、いっぱいあの音が鳴る。はい、この特典は本当に今回のこのショールーム配信のみとなるので、ぜひお早めにお買い求めください。だからあのもうすでにカートからあの追加してくださってる、なんかあのショールームのバッグが あるんですけど、それをその方はあの全員私からのサインとコメントとこのポスターとともに、私がサインとコメントがつくということで合ってますか？合ってます。はい、あ、すごい、購入ログでめっちゃ入れる、嬉しい、たくさんありがとうございます。皆さん嬉しい、ありがとうございます。それは購入します、嬉しい。ぜひもう本当にこの本当にこの時間だけです。もちろん直筆です。ん、プレゼント、はい、すごい、あのこの飛行機でプリントになります。はい、あの直筆プリント、直筆プリントです。直筆プリントが私あのが直筆で書いて、それがプリントされて皆さんにあの送られるので、ぜひゲットお願いします。この写真もその先行カットの写真もすごくこだわって、この写真がいいじゃないかとかたくさんこだわったので、はい、でこの1枚になりましたら皆さんぜひお願いします。はい、あのこの飛行機からのあのこうやってなんか風船みたいななんかショールームのバッグが出てくるの、あのすごい憧れてたから嬉しい。あの写真集発売記念のショールームとかとかも見てた側だったので、皆さんありがとうございます。ぜひゲットお願いします。はい、ということで大丈夫ですかね。はい、そして、発売までに、発売までにショールーム配信をこれから何度かするので、その時は別の絵柄の特典ポスターの予約ができるようになるそうなので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。お願いします。はい、そして続いての先行カットはこちらです。じゃん、はい、こちらはね、こちらも昨日公開されたんですけれども、川の写真です。もちろんこの写真も熊本で撮った写真になるんですけれども、場所は熊本の小国町という町の湧水橋という場所で撮影しました。じゃん、帽子かぶってます。はい、そう、私もよくあの幼い頃川遊びであの本当に帽子かぶって遊んでたので、はい、写真集では大人になって川遊びをしてます。はい、そう、三つ編みも子供っぽく三つ編みにしていただいてます。天然水なの。そうなんですよ。はい、これは水をパッてかけているカットです。これは何日目だったかな、2日目、2日目です。2日目でした。でめっちゃ綺麗で、景色がこの湧水橋のめちゃくちゃ綺麗で、もう本当に自然あふれる場所で撮っていただきました。はい、
本当にめっちゃ素の笑顔って感じです。私そう帽子かぶってるの珍しいんですよ。そうお昼何時ぐらいだったかな、9時みたいです。なんかもう3日間でもう本当にたっくさん あのカットを撮らせていただいたから、朝の9時で寒かったです、寒かったです。あそうはい朝9時朝9時の私です、はいということで、先行方の皆さんどうでしたか？ステラブラウン入るんで消してもらっていいですか？はい、今消してますこんな感じ、もうめちゃくちゃギャップのある2枚、こっちは青色でこっちはあの子供の頃をイメージした 川遊び。そう、こちらです。曇ってたけど晴れたんだよね。あ、曇ってたけど、そう晴れたんだ本当に、ね、あの日差しがパーンって途中から来て、そうなんですよ。カメラマンさんもあのもちろんサキさんもあのみんなあのびちゃびちゃ、そうびちゃびちゃになってみんな川に入りました。楽しかったね、うん、楽しかったでも本当に写真集が本当に笑いの絶えない3日間で、うん、もう本当に今振り返っても楽しかったし、なんかそのカメラマンチームの皆さんとかとの写真とか動画を見返すたびには本当に楽しかったなって思うし、なんかなんだろう、撮影っていう項目の中の人生で一番楽しかった、ね、よかったです。本当にもう本当にとっても素敵な写真中チームの皆さんと、そしてね、はい、そうなんです、撮っていただきました、はい、感じですかね。てかあのさきさんがあのずっとついてきてくださって、あのなんか私のね変な動きの動画を動画とかもあって、はい、もう本当にそれぐらいあの素で過ごしてました。本当にずっと撮られてる感覚がないぐらいあの楽しんでました。佐々木さんがね動画も撮ってくださったりとか、これ公式にねいつか載せたり、はい、本当に変な動きしてるんですよ私が、ルーちゃんとは思えない、それは佐々木さんが爆笑しててあの、はい、なのでやだはい、あのもうそのぐらい楽しい現場でしたということです。はい、ここからは写真集の気になる中身について話していきたいと思います。改めてそうですね、イノウェルカファースト写真集を11月13日水曜日に発売させていただくことになりました。はい、なんと ありがとうございます。あのなんと発売まで、今が6月なので発売まで、発売が11月13日なんですけど、発売まであと148日です。今日も入れて148日なんですけど、それまでねあの皆さんが写真集発売もっと楽しんでもらえるようなことをね、そう結構先なんです。なので皆さんと一緒にね写真集発売まで盛り上げていけたらいいなと思うので、皆さんよろしくお願いしますね。11月の自分どうかなね、なんか
11月って聞くともう冬じゃないですか、うん、そんな顔で見ないでだからなんか11月発売しましたときは長袖なのなんかすごいあはってだから本当にそれまでねこうやってなんか6月に発表して生誕祭で発表できてはいなので皆さんと盛り上げていけたらいいなって思いますはい新種発売するって聞いたときは本当昨日映像でね上がっていて公式 X にも写真集の公式 X にも載っているんですけれども手をつなぎながら公演のアンコールの1曲目の後に流れる2分半映像の撮影で本当に呼び出されて連絡も手をつなぎながら公演の映像撮影って2分半映像っていうので来てでその前が普通に撮影していてツインテールでで手をつなぎながら公演で撮影なんだって本当に何も疑わず本当にもう何も疑わずに行ったんですよ。そう、そしたらなんかその言葉並び替えっていうのを写真集発売決定はが最後だったんですけどその前に2つぐらいやっていて私が全然組み合わせができなくてそうアナグラムそうなので長すぎてカットして最後になったんですけどちなみに装着で45分です45分もそのアナグラムを2問もしてたみたいです私はい簡単だったよねでも難しかった愛のホログラムと正解が、うん、あともう一個何だろうなんかルーちゃん愛犬のルルちゃんの愛なんか愛犬ルルちゃんルーちゃんみたいなの並び替えだったからすっごい難しかったしその3つ目の写真集だってもう思わないじゃないですか自分がその手をつなぎながらこの日本版映像ですって言われて写真集の発売決定って文字に並ぶって思わないじゃないですかだから本当に難しかったですでなんか本当に頭が真っ白になってすっごくびっくりしましたそうなんか本当に普段からアイドルの方だったりインフルエンサーの方とか女優さんの方の写真集を見るっていうのが本当に好きでそう本当に好きだったのでなんか可愛い方の写真をひたすら見るってでそれが本に残るのがすごく好きでなんか少女漫画とかもルカは携帯よりも本派なんですよ本派そう、なんかそういうのがなんか見るのが好きだったのでなんかその一人に自分もなるっていうのが本当に信じられなくてすっごく嬉しくて本当になんか夢みたいな気持ちでなんか撮影期間も撮影終わってからも本当になんか夢みたいっていう気持ちでずっと撮影してましたはい懐かしいだってルーちゃんアナグラム全然完成させてくれないから外で45分待ってたもんあ、そっかそうだ、さきさんとさきさんが携帯で撮ってくださったんですよね発表しましたの後に突入してくださった時はさきさんがね、カメラを回してくれてるんですけども確かにスタッフ様も写真集発売の映像を撮るって知ってるから俺が2分半映像の本当にクイズだと思って臨んでたからまさか本当に待ち構えてるとは知らずにさきさんとかがもう一回事務所お待たせしました一回事務所帰ったのえ長すぎて本当に、うん、やばいもうそれぐらい待たせました正解してよかった ね正解してよかったです本当にはいはい大喋っちゃったでメンバーにも言っちゃいけなかったんですけど そうなんですだからすごいびっくりされたりとかなんか私がなんかその公演後とかみんなでご飯食べたりとか暑いご飯食べる時も本当ならみんなと一緒に行くんですけどダイエット中だからって言って本当に断ってきてめちゃめちゃ同期の前でめちゃめちゃ断ってきて
めっちゃ断ってきたんですけど、だから昨日その生誕祭で写真集の発表が終わった後になんか、え、だからだったのみたいな、あんなにダイエットするみたいな言ってて、え、そのためだったんだみたいな、なんかみんなが伏線回収でみたいな感じでそう言ってくれて、そう、あと先輩はあのエゴユーナさんにはあの言っていて、そうなんですよ、あのそうエゴさんにだけ言ってましたね。エゴさんもあのすごい喜んでくださって、しかもエゴさんは2冊写真集を出されてるので、なんか本当になんかどうでしたかとか、なんかめっちゃ質問しまくって、はい、そうなんですよ、エゴさん喜んでくださいました。あのなんか歩きながら喋りました、エゴさんに。そうなんですよ、そう、うん、そうです、はい、え、どこまで喋っていいんだろう、はい、こんな感じですかね。そう、あと昨日ね、あの写真集発売したっていうのを X とかインスタグラムで言った時も、皆さんあの先輩メンバーの方、卒業された先輩の方にあのがたくさんいいねしてくださって、なんか通知が来るんですよ。そう、なんかそれがすごい嬉しくて、あの、はい、あ、りょうはさんも知ってました。あのルーカイっていうグループラインがあって、私とさきさんとあの卒業されたねりょうはさんのグループラインで写真を送って、あの実はみたいな、そしたら喜んでくださってました。そう、そうなんですよ、ほえそうなんです、はい、みたいな感じですかね。そう、あとあの菅原まやちゃんもあの写真集知ってたので、あのめっちゃ LINE したりとか、そう、でも写真集の撮影が終わってあの会話したんですけど、そうなんですよ、あの生誕祭昨日の公演前もあの緊張するみたいな、まやちゃんに LINE したら そんな力まないでみたいって LINE くれて、そう、見てるねって生誕祭言ってくれて、そう、おめでとうって言ってくれて、いっぱいあのお世話になりました、はい。ということでね、あのこんな感じで話してきたんですけれども、改めてこちらの画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこの泡風呂のポスターにサインとコメント付きの限定ポスターをプレゼントしちゃいます。この絵柄の特典は今日の配信のみですので、皆さんぜひゲット、あ、予約お願いします。嬉しい、すでにたくさんの方があのカート予約してくださってる。あ、ここで見れるんだ、見れた、見れました。あ、すごい、井上瑠香ファーストシシタイトル見ても1個購入しました。嬉しい、ありがとうございます。本当にぜひ楽しみにしてくださると嬉しいです。今日限定のポスター B3 ポスターですね、 B3 のサイズのポスターがコメントとサイン付きで届くので、ぜひ今日この時間限定なので、このショールームの時間限定なので、皆さんぜひお願いします。はい、そして続いては質問コーナーをやりたいと思います。皆さん写真集に関するコメントをちょっとたくさん話しちゃったんですけど、質問があったら何でも答えます。また、ね、まだネタバレをねあのできないので、あのネタバレしない程度の質問をピックアップして答えていきたいと思います。わっ、水着は何パターンありますか。あ、ショールームネームりょう兄さんからいただきました。
水着は何パターンありますか。キャあ、ショールームネームジョニーさんからいただきました。ありがとうございます。海ありますか。あ、でもこれ発表されてましたよね。うん、海あります。はい、ショールーム、あ、ショールームじゃない、写真集のコメントの、なんか写真集のコメントで出てたんですけど、天草の海で撮りました。はい、ショールームネーム、ヨゴアットマークルームメイトさんからいただきました。撮影終わって一番最初に食べたもの、でも撮影中にもう、いっぱい食べたじゃないですか。え、なんだろう、終わって食べたの。アイス食べた、うん、食べたよね。あと、お寿司みたいな、なんかお寿司、なんかさきさんはもうお腹いっぱいだったんですよ。でもルカはもう本当に何でも食べですって気持ちだったから、もう普通に、さきさんお腹いっぱいなんですよ。でもルカはまだ食べれる。だからなんか、なんかお持ち帰りのお寿司10貫ぐらいさきさんの横で食べました。飛行機で食べました。そうなんですよ。あとアイスも食べました。でもちなみにさきさんお腹いっぱいです。ルカはアイス食べました。ジェラート食べました。こんなに食べてるルーちゃん見たことないってぐらい。本当にさきさんにひたすらびっくりされました。もう本当にびっくりした。胃袋解禁みたいな感じで、うん、そう。撮影の合間にラーメンも食べましたよね。食べたね。ラーメンも一緒に食べました。ラーメン毎日食べたよね。待って、毎日食べた。毎日食べたよね。食べた。はい、そう。あと何がいいかな。いや、でも食べてましたね。そう、お寿司がずっと食べたくて、お寿司、そう、でも我慢してたので、メンバーとご飯行くってなったら絶対お寿司なんですよ。そう、だからお寿司が食べたくて。うわー、何がいいかな。なんか気になるのありますか。撮影中トラブルはありましたか。帰りの飛行機、撮影中トラブル帰りの飛行機ちょっとトラブルありました。写真集の帰りの飛行機で、私はさきさんと一緒に、さきさんともずっと一緒だったんですよ。なので、さきさんと一緒にチョコエッグを、写真集お疲れ様でしたで、チョコエッグをね食べようとしたんですよ。チョコエッグ、キャラクターので、それをなんか飛行機乗ってる時に出したんですよ。そしたらなんかいなくなっちゃって、チョコエッグが1個2個あるんですよ。2個私買いました。で、袋に入れてるんですよ。チョコエッグの箱ごとなんかいなくなっちゃって、だから本当に探してもどこにもなくて、こうやって覗いたら、すっごい先にチョコエッグが行っちゃうっていう事件がありまして、なんか飛行機だから下に最初荷物置いてくださいね。そう下に荷物置いてて、膝に置いちゃダメみたいな。そう、膝に置いちゃダメだから、そう、前に置いてたのね。トートバッグに上の方に置いて置いといたの、ね、そう、チョコエッグを食べたいと思って、そう、下の荷物 の, 飛行機 の, 荷物置きに置いてたんですよ、チョコエッグも。そしたらなんか気づいたら多分流れていってて、チョコエッグがなんかちょっと飛行機はまっすぐじゃないじゃない、ちょっと途中上に行ったり下に行ったりとか、なんかゆらゆら揺れてたり、上に行ってる時にチョコエッグの一つがハワーって行っちゃって、はい、先にそう旅立たれてしまって、終わった後にキャビンアテンダントさんに、ここら辺に多分チョコエッグが落ちてたと思うんですけど、ありますかって言われて、ちょっと言って言ったら探してくださったんですよ。ルカも探しに行きました。でもなかった、チョコエッグは。
チョコエッグはなかった。さきさんの食べる予定だったチョコエッグがなくて、あのそれがハプニングでした。どっか行ったよね。そう、本当にどっか行って、でも覗いたら、でもこうやって覗いたらチョコエッグ あのパッケージが黄色だったんですよ。黄色だからあの分かりやすいんですよ。黄色いこういう点っていうのがちょっと後ろの方にあって、3つ4つぐらい先の座席の下にあったんだよね。そう、4つぐらい、本当に4つぐらい先の座席の下にあって、それで置いてっちゃダメだと思って、キャビアテンダントさんにすいません、なんか流れてっちゃってチョコエッグがって、そうちょっと半分笑われながらチョコエッグ探したんだけど、だから4つ後ろにいた、その絶対チョコエッグは、なんかチョコエッグ流れてきたってなるじゃないですか。なるなるなる。そう、でも着いたらなくなったんだよね。着いたらなくて、私もやばいやばい、取りに行かなきゃと思ったら本当になくて、なんかどなたかが私のチョコエッグ食べてくださいましたっていうこともあったし、あ、ハプニングまだありました。ハプニングっていうかまだ言えないんですけど、うん、ああもうありました。写真集撮影の、ね、本当に撮影のハプニングありました、うん、ありました。でまだ言えないんですよ、うん、そうまだ言えないんですよ。結構いろいろあったもんね、うん、そう結構振り返るといろいろありました、ハプニング。なんか移動が長すぎて、あのバスの運転手さんが寝ないように、あ、そうだそう、何時間も本当にあの撮影 あの合間の移動時間も結構長かったんですけど、いろんな撮影地に行かせていただいたので、あのバスが本当にすごかったよね。ロケバスで1日の移動時間もすごかったよね。もう本当に2時間移動とかもあったし、何回もあったもんね。何回もそれが移動、うん、めっちゃ長時間移動して撮影、長時間移動して撮影だったんですけど、あのバスの運転手 あの方が寝ないようにあのカメラチームほんと全員参加 あのもう本当に全員あのしりとりをしたりとか、もうバスもすっごい賑やかで、ね、2時間 しりとりしてたよね。本当にあのでルカはあの寝たんですよ。気づいたら寝ててしりとりしてる途中にあのスタッフさんと一緒にしりとりしてる途中に後ろの方に座ってたから、なんかあの回ってくる、気づいたら私寝てて、うん、で起きてもまだしりとり続いててでその移動先のあのところでみんなでご飯食べようってなってもまだ続いていて、しりとりがカメラマンチームの皆さんのしりとりがまだ続いてて、ね、本当に面白くて、いろんなしりとり、ね、もう修学旅行でしたよね。で、2文字しりとりと3文字しりとり、そう、2文字しりとりもあったし、そう、だから私はあの後ろの席にいるから大声出して、そうだね、そう、でそれも本当移動時間の合間もだし、あの撮影が全部終わりましたってなって、その帰りもそうそう、絶対に皆さん疲れてるはずなのにしりとりでめちゃめちゃあの盛り上がっていて、そう、本当に楽しかった、本当に楽しかったんです。はい、っていう感じですかね。楽しかったね。楽しかったです。ちょっとこんなエピソードまだいっぱいあるので、あのいろんな写真とかが解禁されたら話していけたらいいなと思いますので、楽しみにしててください。はい。以上、質問コーナーでした。あ、2じゃないよ、終われたので見に来ました。ありがとうございます。よし、え、続いて、あ、改めて皆さん、あ、一つ追加しました、ありがとうございます。こちらの、あ、写真集をカートボタンを押して、あの画面からカートボタンを押してショールームにて写真集を予約していただくと、特典で、私のこの絵柄の限定ポスターにサインとコメント付きでプレゼントしちゃいます。写真集プラスで、あのこの B3 のサイズのポスターと私のサインとコメントが届くので、皆さんぜひこの 今のこの時間だけなのでぜひゲットお願いします。わあ、嬉しい、購入済みです、ありがとうございます。あ、パソコンではショッピングボタンから買えますだそうです。はい、ぜひゲットしてください。かわいい、嬉しい、買わなきゃ損ですよね、
買わなきゃ損です。そうで、この写真もあのさきさん、そしてマネージャーさんのステラブラウンさんがね、あの一緒に決めて、みんなで決めたよ、スタッフ。え、みんなで、スタッフみんなで、うん、ほぼ全員の意見を。みんなですって、この写真。うん、その候補が何枚かあったじゃん。あ、そう、確かに候補がいくつかあって、投票制にして、え、決めた。投票制にして、スタッフさんの投票制制度もあったみたいです。同じ顔してほしいって。同じ顔じゃあこれが泡で。え、なんかこれ、うん、似てますか。なんかでもすっぴんだね、やっぱり泡の方は。そう、そばかすまで見えてるんで。全然同じじゃないって書いてあるはい。でも眠かったこの時、うん、いや、寒くて、寒くて泡風呂がすっごくあったかくて、でこの前もあの泡風呂が最初のカットじゃなくて、その前もいくつかカット撮って、本当に寒くて、本当に寒くて、やっと泡風呂が、え、冷たいかな、あったかいっていう、眠たいのかな。だからあったかくてもう眠たそうな感じですね。もう本当にあったかくて感動したのを覚えてます。そう、ずっと痛かったぐらいあったかかったです。はい、るーちゃん、これ撮影終わってからも泡風呂したよね。え、そう、撮影終わってからもまだ泡風呂が あるよって言ってくださって、あの泡風呂をね作ってくださったんですけど、そう、泡風呂作ってもらって、あのしました、泡風呂しました。そう、嬉しかった。あと泡風呂なんて人生初ですかね。そう、こうやってね、うん、お湯入れてこうやって作ってくださって、そう、めっちゃね楽しかったし、念願の泡風呂でした、うん、どんな写真集のページではどんなカットが写ってるのかも楽しみに待っていてくださいということで、続いて予約特典会です。まだまだ発売まで5ヶ月148日あるということで、予約特典会の開催が決定しました。じゃん。開催日時は8月17日土曜日名古屋、8月31日日曜日、8月31日土曜日東京、9月28日土曜日名古屋です。はい、なんと8月と9月に3回事前予約特典会を行わせていただきます。名古屋、東京、名古屋になります。そう、土曜日が3回です。そうなんですよ。はい、なんとイベントの開催の場所は後日写真集の公式 X で、こちらのね公式 X の方から発信させていただくので、イベント会場では先行カットが見れるかも知れないみたいなので、今までにない感じだよ。え、今までにない感じ、え、とか知らないですよね、まだ。知らないですよ。予約会、ね、来てください、ぜひ。あ、予約特典会で何やるんですかって、それはまだ秘密ですか。まだ秘密。あんなことやこんなことや、ね、え、あんなこと、え、予約特典会はあんなことやこんなことをするみたいです。はい、そう、発売前なので皆さんぜひお待ちしてます。この日をね、ぜひ今のうちに開けてもらえると嬉しいです。でも絶対に楽しませるので、楽しいこと間違いなしなので、うん、ぜひ直接会えるのを楽しみにしてます。はい、あんなことやこんなことです。素
ステラ・ブラウンがあんなことやこんなことするかもしれないしね。ステラ・ブラウンも何か人肌脱いでるんですよ。いやー脱がないで脱がないではい、なのでぜひ皆さんお待ち、そう情報解禁待っててください。私も解禁されたらたくさん発信するのでぜひ待っていてください。ステラ・ブラウンだとーってはい、楽しみ。ぜひいろいろなことを考えていますので、事前予約会、特典会も一緒に楽しんでくださると嬉しいです。待ってます。はい、ということで、あっという間にエンディングの時間が来ました。ということで、今からスクショタイムをしたいと思います。スクショタイム、スクショタイム。どれから行こう。いっぱいスクショしてます。確かに。これと。写真があった方が皆さんのつぶやきやすいと思うので。この4つでいいんじゃない。じゃまずこれから。じゃん。あ、テロップ。はい、チーズ。チーズ、うんうんうん、はい、続いてありがとうございます。先行カット、あ、これがいいかな。こちらもスクショタイムします。こっちが来るかな。はい、チーズ。テロップ消した方がいいかな。消してみた。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。かわいいセリフが一気に。はい、撮れましたか皆さん。続いて。ということで、こうしてねショールーム配信で皆さんに改めて伝えれて嬉しいです。見に来てくださってありがとうございます。はい、ということで改めて写真集のことについておしゃべりさせてください。井上流川ファースト写真集は11月の13日、発売まで148日。はい、チーズ。これめっちゃ大事だ。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チ
これは拡散希望でお願いします。はい、さきさんとステラブラウンさんが嵐からの隠れ場所で踊ってます。すごい、もう覚えたんですか。あ、半面 NG でお願いします。見たいね、外壁にしようかな。やばいやばいやばい。はいはい、ということで、いや、アカウント、写真、あ、改めて井上由香ファースト写真集の発売日は2024年11月13日の水曜日になります。そして発売まではあと148日になるんですけど、今日あのチーム K2 の、 あの新井由紀さんに会ったんですけど、ルーちゃん写真集発売おめでとう、水曜日だよねってあのなんかあの水曜日だけをあの言ってくださ、覚えてくださって、あの本当にあのびっくりで、そう私がねあのいっぱい多分言ったから、そうめっちゃ面白くて、そう11月だったっけとか言って水曜日でしょってね、めっちゃ面白かったです。はい、水曜日です。そしてアカウント名は SKE48 井上由香ファースト写真集タイトル見て仮公式です。アットマークはこちらになります。あのアカウントのアットマークから始まる英語はこれなのでお願いします。まだの方はフォローお願いします。はいこの X の解説アカウントからたくさんあのオフショットとかが出される予定なので楽しみに待っていてください。はい、そして、画面のカートボタンを押してショップルームに見て写真集を予約していただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスターを漏れなくプレゼントします。もうすでにたくさんの方が予約してくださって、皆さんポチポチしてくれてありがとうございます。この絵柄の特典は本当に今日もうあと数分のみですので、皆さんぜひよろしくお願いします。レジーありがとうございます。はい、そうですね、本当写真集は私の地元熊本県で撮影して、なんかもう夢の詰まった一冊になっていますし、もう早くこんな撮影しましたっていうことも皆さんに言いたいですし、本当にいろんな私を撮っていただいて、本当に素敵なカメラマンチームの皆さんと素敵な写真集期間を過ごさせていただいたので、もうぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなって思いますし、写真集を通してもっと好きになってもらえたら嬉しいし、まだね私のことをあの推してない方もこの写真集を機にこれからあの推してくれたり好きになってくれたりするのもすっごく大歓迎なので、皆さんこれからも、よろしくお願いします。写真集発売まで一緒に盛り上げていきましょう。イエーイ。あ、そうだ、あと私写真集せっかく出すってことで本当にあの NG なしで挑んだ写真集になっていて、もうなんかずっと見ていた写真集っていうねあのことだったので、もう本当にあのやらせてくださいって言ってあのやらせていただいたので、どんなあのカットがあるのかとかドキドキしながら楽しみに待っていてください。そしてね、はい、はいそんな感じですかね。そしてこのショールームの、ハッシュタグ、あ、しました？あ、ハ
ハッシュタグ井上、ありがとうございます。ハッシュタグ井上ルカファースト写真集と、ハッシュタグルーちゃん写真集爆誕を、この配信が終わったら感想でつぶやいてくださると嬉しいです。お願いします。いやもう本当に私の全てが詰まった一冊になってると思うし、もうなんかもう本当になんかこんな幸せでいいのかなって自分が思ってますし、本当にこれからもね応援してくださる皆さんと一緒に、アイドル人生を歩んでいけたらいいなと思っております。はい、こんな感じですかね。なんか言い残したことあるかな。あ、でもこのあと10分ぐらいインスタライブもしようかなって思ってるので、お時間のある方は遊びに来てください。ぜひ皆さんポストお願いします。みんながタバの待っていじってくる束の間ですね、覚えました。ということで束の間のショールーム配信だったんですけど、見てくださった皆さんありがとうございました。でも終わっていいですか？こんな感じ終わっちゃいます。皆さんありがとうございました。たくさん見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。